青い区呉服町源南通り沿いに2023年7月にオープンしたイタリア料理店ダモッチさん。調理スペースがよく見えるカウンター10席の店内で静岡食材にこだわったイタリアンをカジュアルに楽しめます。月曜と火曜限定の平日ランチはサラダがついた週替わりのパスタ1種類のみですが、お手頃価格で提供。土日は休日のパスタランチとなり、前菜やスープもついたミニコースの提供です。富士市の農家長谷川農さんのブランドマッシュルームを使用したレタスとのシンプルなサラダ。生でも食べられる一品マッシュルームの香り高く甘みもある素材の味を楽しめる内容です。フルーツビネガー風のドレッシングでさっぱりいただけました。この日のパスタはゴロッとナスとベーコンのトマトパスタ。名前通りに具沢山かつ普通盛りですが、パスタ自体の量も多めで食べ応えがあります。ほんのり粉感もあるアルデンテな茹で加減、噛んで小麦の風味を満喫できる仕上がりで、ドロッと絡む生トマトソースの甘酸っぱさ、オイルの香ばしさが相性抜群です。ナスのジューシーさ、ベーコンは弾力食感と油の甘み、肉の旨みがソースをさらにコク深く仕上げ、美味しくいただけました。曜日限定ではありますが、パスタランチをお手頃価格でカジュアルに楽しめる新店舗です。ぜひお試しください。